カスティー・リャラマンチャ自治州議会は、カスティー・リャラマンチャ自治州の立法機関であり、自治州統括機関である、フンタでカスティー・リャラマンチャを構成する3つの機関の一つである。トレドにあるサンヒルと呼ばれる旧フランシスコカ修道院におかれ、49名の議員によって構成される。主な機能は次の3点である。カスティー・リャラマンチャ自治州議会は、 カスティーギャラマンチャ自治州を統括する、フンタでカスティーギャラマンチャを構成する3つの機関の一つで49人の議員は自治州住民の普通選挙によって選ばれる。任期は4年で、アルバセーテ県に10議席、シユダレアル県に11議席、クエンカ県に8議席、グアダラハーラ県に8議席、トレド県に12議席が割り当てられている。 カスティーリャラマンチャ自治州検証第10条には、選挙は4年ごとの5月の第4日曜に行われることに規定されており、このことは、州首相が任意の時期に選挙を実施する権能を持つバスク州、カタルーニャ州、バレンシア州、ガリシア州、アンダルシア州とは異なっている。2011年の自治州議会議員選挙の結果は、社会労働党が24議席、 国民党が25議席で、国民党が過半数を獲得、同党の州首相候補者で、国民党幹事長で、カスティーリャラマンチャ国民党代表のマリア・ドローレスで、コスペダルが6月21日に州首相に就任した。社会労働党は1983年以来保持してきた州議会での与党の座を、初めて国民党に明け渡した。プレスデンスで a s コーテスデコスティア LA マンチャ。コルテスデカスティーリアラマンチャ。2011年11月1日。閲覧。ありがとうございます。